ちょっと見えてるかもね、もはや。あれなんかみたいな感じ。ちょっと見えてるかもね。ライアリテさんとリュックの向こうにズームしたらズームしたらなんか見えます？まだあかんすよ。え、石井館長です、今日も春ということでね、はい、こういった今この浜の5号水路に来てます、はい、で、こういった、狭いところにプリのバスが入ってくるんで、まあ釣れたらいいかなみたいなね、ちょっと打ちながらやってみたいかな、まあ、こういう手前のねこういったところが特に肝なんで丁寧にやってみたいな。であんまりシェイクせんでもいいかな、置いとくだけ、うん、置いとく感じで持ったら食うみたいな、ちょっとしつこくシェイクというかこう移動さす感じ。あ、ちょっと待って、うわ危ない。あ、てか、うわ針伸びてるし、やられてるやん。うわ最悪。え、ちょっと待って、今シーホーリーチで、もう終わりですか、あれで。ちょっと待って、シーホーリーチで食ってんけど、はい、シーホーリーチラスイチなんです。あら、どうしましょう。えー、マジかよ。帰りますか。いやこんなに天気いいのに。っていう時があるでしょ、皆さんもないっすか。っていう時のために、はい、今日はちょっととっておきのスポット紹介します。スポット、スポットかな、場所場所、場所、はい、紹介します。はい、移動移動まあさっきねラスイチのシーホーリーチなくなって、はい、まあもう釣りならんとでいう時に、はい、ここ今さっきこの浜ここ水路ね、はい、ここ今この浜のこうあの補修道路走ってます、はいはい、で、まあ、ある場所に行こうと思ってるんですけど、まあ琵琶湖橋、はい、琵琶湖橋、はい、どこ行くんですか。どことも、まあ、買い物せえ長わけです、補充したいから。あ、じゃあもう渡るしかないですね、この橋渡って、橋渡ってバスキャッチ&アングラーズ片田店、はい、まあ、今までね、はい、館長とかはやっぱそうしてたやん。はい、それがですね、はい、で、まあここ、はい、ここですよ。これ左行かなくていいですか。これ左行ったら琵琶湖橋です。はい、これをなんと右に行きます。え右に行きます。まさかの、まさかの右です。ここピアノのね、この琵琶湖橋ですよ。これここ右です。右ここ右なんです。みなくち、みなくちも、みなくちはまっすぐかみなくちが近江八幡店っていうのも、まあ、アングラーズグループあるんですけど、はい、まあ、それはまあ、まっすぐ行ったりとかなんですけど、はい、まあまあ、あえてここ右です。ちょっと見えてるかもね、もはや。あれなんかみたいな感じ。ちょっと見えてるかもね。ライアリテさんとリュックの向こうに、ズームしたらズームしたらなんか見えます？まだあかんすよ。え、
まだ開けませんよ。スリーグって書いてましたけど。なんか見えます？見えましたよ。見えますか？あんなとこあった？いや、ないっす。あんなとこあった？ひょっとして。右に曲がると。これを、はい、行きます。右に曲がります。はい、はい、右に回ったらなんかちょっと看板見えてきましたよ。ほら、看板が、でっかい看板が。お、なんか書いてません？釣り具ルアー、アングラーズって書いてますわ。アングラーズって書いてますね。はい、こんなとこなかったですね。まあまあでかいですね、ほんで。そうなの、まあまあでかいんですよ。まあまあでかい。これはでかっ。まあまあでかいんですよ、実は。はい、で、はい、到着ですわ。到着です。まあちょっと中、まだね、これ実は、はい、3月18日オープンするアングラーズ森山店という新店です。はい、はいはい、今日はちょっとそちらの方をオープン前潜入してみたいなと。なるほど。はい、思いますんで、はい、今からちょっと入ってみたいなと。はい、まあ、作業中ですけどね。はい、はい、行ってきましょう。はい、で、まあ中潜入ということで。あー、お疲れ様です。順調？順調ですかね。いや、順調ですね。はい、アングラーズ森山店の近藤店長です。改めまして、はい、アングラーズ森山店店長の近藤です、はい、よろしくお願いします、はい、立地的にもね、ちょっとね、この浜で釣りしてて。あ、そうですか、はい、ちょっと寄ってみたんですけど、めっちゃ近いね。もう、琵琶湖大橋の交差点すぐやったと思います。すぐ、はい、だからね、もうおかっぱり特にされる方なんかたまらんのじゃない。そうです ね、 ね、こんなんでね、近藤店長も実はもうおかっぱりめちゃめちゃスペシャリストですよ。大長年、はい、長年滋賀県で勤めてますからね。はい、はい、ということで釣りだけは長くやらせてもらって。ということでね、はい、ここはね、精が揃ってるんで、はい、ちょっとまた、紹介していきたいなと、はい、メガネボーイ。館長もね、バスボード持ってるんですけど、以外で、同じマリーナに泊めてるバスボードを持ってる、フサギ。じゃあ、ちょっとだけ、はい、マスク外すまでいいです。一瞬だけ。一瞬だけ。こんな顔です。はい。はい。はい、で、はい、まあね、バスボートも乗ってるし、しょっちゅうめっちゃ琵琶湖行ってるから、はい、まあボート乗る方はぜひいろいろ聞いてもらったかな。お願いします。なんかおすすめってありますか？おすすめありますよ。これ新製品コーナーです。よ。これはおすすめ。これです。ふたぎ考案。この柄、お、名前はリングビアシュリンプ。ほら来た。今ビアゴでオハエのね、大流行のビアの名前を、はい、はい、ちょっと、はい、文字って、裏は裏こんな、ちゃんとね、お、白ですよ、はい、まあもうエビ、エビです、イメージの、はい、もう完全にフリーリーグとか、うん、ジグのトレーダーとかで使うように考えました。はい、はい、オープン時の目玉ですね。目玉です。他にもちょっといろいろと目玉です。あるんですよ、この辺とかも。他にですね、折りからとか、ここ折りからコーナーね。他にも K テックの折りからもありのね。ということで、はい、はい、次はチャンプ行こうか。チャンプはどこでしょう。まあ、おかっぱりの超スペシャリストです。多分一番ね、うちのグループでうまい。はい、チャンプです。チャンプ平尾です。平尾のおすすめは？ちゃんと平尾のおすすめ。ちょうど入荷したてのいいのありますよ。なんだ？あ、平尾です。なんだ？めっちゃ活かされるよ。おお、やっぱり僕の愛用してる3本いいやつありますんで、オライオンとフェイズの新商品です。はい、ね、めっちゃ投げやすいです。やばい、各店結構売れてますけどね、これ。はい、やばい。で、まあ、琵琶湖の、うん、日本フェイズでは、まあ使ってるもんね。使ってます。おかっぱりはまあこの2本で全然問題なく、はい、まあ今芋シェイカーもできますし、はい、まあ結構軽めのプラグもベイタの方はいけるので、でスピニングはまあバットはもともと出てるスムーズトルクと同等のパワーで繊細なティップなんで、まあ、でかいのかかっても大丈夫です、はい、というこの3本3本です、はい、よろしくお願いします、
ました。はじめまして、井水です。井水と申します。はい、井水君おすすめは、はい、こちらですね。やっぱヘビギャラといえばねグーが大事だからね。はい、ワームですね。はい、ヘビギャラのグー、おすすめ。井水のおすすめとしましては、はい、まあ、定番なんですけど、はい、ケーテックさんのスイングインパクトの3インチ、今回の森山店、開店記念の、カラーになります。緊張してる？はい、まあ、カラー麺2つ、はい、2種類ありまして、はい、まず総工業っていうカラーと、ホーランワカサギですね、はい、最近あの琵琶湖ワカサギがメインベイトになりつつあるんで、まあ、他の色は結構出回ってるんで、今回この色ゲットしていただいて、ちょっと他の方が使ってない色で釣っていただきたいなと思います。いけますか、はい、これ釣れます。はい、いけますか。はい、自信満々なんで、はい、苦情は今どうぞ。副店長、最後に締めていただきましょう。副店長の浦川さんです。毎度はい、最後、はいはい、まあ、8月ね、18日、もうこれ多分見てられる方はもう間もなく、そうですね、ということでね、はい、まだ今ちょっと店作ってる感じですけど、はい、まあ、その時にはもうバッチシね、もうバッチリ決めています。上がって、はい、まあ、とりあえず、まあ、西はバスケッツ&アングラーズ片田店ありますしね、はい、東で、また森山店できるんで、はいはい、あのアクセスめちゃめちゃええんで、まあ、ぜひ来ていただけたらな。そうですね、というね、よろしくお願いします。またあのオープン後もよろしくお願いします。お願いします。まああの気になる営業時間なんですけど、はい、何時からやってます？何時から何時まで？3月18日のオープンから3月いっぱいまでは、はい、朝、はい、10時から夜の20時、はい、はい、で4月からなんですけど、はい、なんと嬉しい、釣り人にとっては朝9時から、はい、まあ、夜の、21時なんですけど、はい、週末ですね、はい、週末、朝早朝4時からやってます。土日やります。やりますやらせていただきます、はい、これめちゃめちゃ嬉しいですもんね。晩やってられる方とか、ね、早朝どうしても釣り行って道具あれやっぱあったらええなみたいな、さっきの状態みたいな感じですよ、はい、もしワームがなくなってという時とかにもぜひ寄っていただいたら、あの、はい、皆さんこう元気にやってますんで、一つねご利用していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。